倉間方面行きホームの出入り口岩倉駅は、京都府京都市左京区にある、永山電鉄倉間線の駅である。駅ナンバリングは、e、E10。第二次世界大戦後の1958年から32年間に、渡って、伏線区間の末端であったため、当駅折り返しの列車が多く設定されていたが、後に日間、茶屋駅まで伏線区間が延伸されてからは折り返し、列車の設定はない。 相対式2面2線のホームを持つ無人駅である。それぞれのホームに出入り口があり、スロープも備えている。ホームのほぼ全体を上屋が覆っているほか、出町柳駅行きホームにはトイレ及び稼働時間帯を限定した自動券売機が設置されている。無人駅だが、特定の時間帯の未定期券の予約受付のため、駅員が配置される。両ホームは、 駅の出町柳駅側の不動踏切で連絡する。なお、以前は他の駅と同様に不動の踏切から階段で出入りする構造であったが、2006年の隣接地への京都市岩倉地域包括支援センター開設に伴うバリアフリー化のために現在の構造に改築された。岩倉東公園グラウンド周辺は住宅街である。岩倉地区は市街化調整区域で、 高層マンションなどの大規模開発はできないため、一戸建て住宅と低層集合住宅が中心となっている。駅が面する京都府道106号、上山岩倉停車場線は当駅のすぐ隣で、踏切にて、倉間線と交差しているが、幅が5.5メートルで、ボトルネックになり、落北中学校の学生の通行も多かったことから2015年3月に、拡幅され、 幅5.4メートルの車道の両脇に2メートルずつの歩道をつける形となった。また、京都市へ地下鉄、カラスマ線の国際会館駅へはナビタイムによると1キロメートル弱の距離である。以下は北西に1.5キロメートルほど離れている。京都バスにより路線バスが運行されている。なお、最寄りのバス停は駅から北へ300メートルほどの位置にある岩倉駅前である。 ありがとうございます。